渡辺真一は日本のアニメ監督、演出家。本名は渡辺真一。通称は鍋真。神奈川県横浜市出身。一年間浪人を経て大学受験に失敗するも絵を描くことが好きであったことから東京デザイナー学院に入学。同校卒業後タイガープロダクションに入社。ゲゲゲの鬼太郎に制作進行として参加し。 テレビアニメ、ミスター・ジッコで演出家デビュー。その後は、EG ーーフィルムに拠点を移し、多数のアニメ作品で演出を務める。フリーとなった後、晴れ時々豚で監督デビュー。以後は監督、演出作品において、実写やミュージカルを取り入れたり、独自の世界観の漂う作風を発揮するようになる。現在、深夜アニメでは主に、シルバー・リンク、作品の 全日体系では主に女子向けアニメの絵コンテ制作を中心に活動している。幼少時代は自作の漫画で人を笑わせることが好きであり、将来の夢は漫画家であったが、高校時代は一般的な社会人になるつもりでいた。アフロヘアとルパン三世を意識した原色系のジャケットネクタイがシンボルになっており、このスタイルを数十年貫いている。 原作を前述の、ナベシンワールドと呼ばれるような独特な雰囲気に塗り替えて、全く別の作品のような独自の世界観にして、しまったり、自分の監督した作品に、自分自身のキャラクターを登場させ、エクセルサーガ以降は自ら声優として、亀を出演したりすることもある。山となでしこな変化にいて、初めて、ナベシン以外のキャラクターに声を当て声優デビュー作となった。 晴れ時々豚の登場人物、鍋新のモデルでもある。ありがとうございます。